月曜日の朝、今8時ちょっと前ですね。今日は大腸ポリープ、内視鏡検査の日です。朝8時からこの下剤をですね、たくさん飲んで、お腹を空っぽにして出かけていくわけです。これからちょっとずつ、病院とかのね、許す限り、リポートができたらと思っていますので、それどころじゃない場合もあるかもしれませんが、これから頑張ってきます。今下剤を飲み始めて1時間近くですね。もう10分ぐらいかな、経っています。2リットルあった下剤は今ここで入れて1リットルになりました。トイレにはもう2度行きました。1度は普通の、感じですね。2回目からはもうすでに液体になっています。これが、どんどん加速していく感じですね、きっとね。頑張ります。よいしょ。1時間経ったところでですね、これ2杯飲んだら水を飲もうみたいなやつ、これが、3巡しましたね。で今、4巡目に入るんですが、これなんでここがこう図で区切られてんのかなと思ったら、分かりました。ここ1時間経った時に、ほぼトイレに行く時間の方が長くなります。次から次へトイレに行きますので、ここは1杯は10分から15分ぐらい、かけて飲みましょうとなっていて、多ければ30分で水を飲むみたいなペースですね。このペース守れません、ここから先はね。今もなんとなく来ています。でこれ気をつけてくださいね。来たなと思ったらすぐ行かないとやばいですよ。行ってきます。さあ、ステップ6、次入ります。出る方はですね、過去にないほど、とても清潔感のある白にもうほどなく近い、透明ですね、になってきています。まだこれからこんだけ飲むわけですから、すっかりなくなるかな。これ少しでもですね、残留物があると結構後々大変なんですよ。洗浄ジェアしますねみたいな時に辛いんです。なので、できるだけ本当の空っぽにしていきたいと思います。さあこれね、あとこれだけ。さあ頑張れ。はい、完全に完飲いたしました。もうだいぶいい感じになっているんですが、これお水ね、よいしょ。ですね、東京の頃に飲んでいた、この下剤よりも味がしっかりしています。なので飲みやすいといえば飲みやすいですが、やっぱ飽きるな。はい、全部終了しました。あとはちょっと水を飲もうかね。水はたくさん飲んだ方がいいということでしたので、さてこれであとは安静にして時間を待つなんだけど、今10時半、2時に病院ですのでだいぶ時間ありますね。はい、絶食の修行中です。
だいぶ調子が、違ってですね、つい今しがった、眠りから覚めました。確か1、2度目が覚めて会話をしてると思うんですが、施術の時にですね、眠くなる薬を点滴で入れているという話でしたが、もう、ポリープの、検査の最中から寝ていたようです。で、終わりましたよと言われて、まだ眠そうなので、じゃあちょっと横になって行ってくださいねと、言ったところ、今何時ぐらい、6時ぐらいになっちゃったかな。ポリープはありませんでした。ポリープなしの、帰宅ですので、これからご飯も食べられそうなんですね、きっとね、というふうに、なりました。これがその様子です。眠そうかな。今なんとなく目が覚めてきました。家にたどり着いています。この辺が、お泊まりセットとしてですね、まあ、スマホと iPad iPad でこういうのを作ろうと思っていたわけです。歌詞に、コードをつけたやつね、どうせずっと暇だからと思ってたら、まあ今回初めての体験です。施術中に、しかも最初の冒頭10分も経たないうちに寝てました。そして、黒柳さんって起こされて、はって気がついたら終わってますよということでした。そして、お会計はということで、多分ですけど、前もって保証金という形で5万円払っとくんですが、その中から使わなかった分はお釣りでということで、ほとんど全部返ってきました。6000円台ですかね、きっとね、しかかかりませんでした。結局は病室をですね、半日ぐらい、まあ半日も経たないかな、6時だから、最後寝てそのベッドを使っているんですが、その部分をあんまり取られてない感じがしますね。さあ、ポリープがゼロだったという、話を、今電話をね、もう一度かけて、ポリープゼロだったら普通に生活できますかっていうのを電話で聞きましたら、普通に食べていいですよと言われました。なので、差し入れのちっちゃい可愛い大福、これから食います。はい、じゃんくん、結局今日はうちにいるおじさんになったよ。そしてこれです。これを食べましょう。こんなのが食べられるなんてね。はい、いずれにしろ良かったです。こちらの空気、水のおかげで、ポリープがなかったと判断いたします。はい、みかんとピーチだろうね、桃色だからね。そうかな、そうだね、きっとね、全部並べてみればいいんじゃない。これが多分ブドウで、はい、もう一個はレモン、黄色とオレンジがあってことか。あ、これがレモンかな、ね、はい、この微妙な差があります。さて、食べて大丈夫でしょう、きっとね、うん、食べるぞ。はい、桃、こんな感じですね。なんかクリームと一緒にレモンなんか入ってるね。周りは牛脂だね、ゼリーのように牛脂、ちょっとつるっとした牛脂だと思うんだけど、本当だ、中に、うん、中に入ってる、味が濃い部分が中に入ってるね。